最初考えたときは、皆さんニューヨークをちょっとイメージしてください。タイムズスクエアというところがあります。その青空の下に、そしてまた夜は星空の中でうわーって歌って踊るというところは東京にはない。あなたがネクストアーティストです。若い方たちに、特にコロナの時に発表の場所がない、どうやって人前で演奏していいかわからない、なんとかここでというきっかけをということはできないかということで、あなたがネクストアーティストをやらせていただいて、いよいよ3回目になりました。その皆様はこれから日比谷のあちらこちらで歌を歌ったり、演技をしたり、パフォーマンスを広げたりという、まあ、素晴らしい才能がまだ日本にはたくさんいるんですね、いらっしゃるんですね。皆さんもぜひ、あ、この人には、この人大物になるわとか、いろんなそんなことも、今から推しを作るというのもいいのかもしれません。そんな意味ではぜひ今日素晴らしいスタートになると思います。そしていよいよ明日から日比谷フェスティバルは、ゴールデンウィークの終わりまで広がります。日比谷に、そしてここが起点になってエンターテインメントを日本から世界へますます広げていってほしいと思います。それには皆様のご協力が必要です。賛同していただいた、そして協賛していただいた企業の方々、本当にありがとうございます。そしてこれからも日本のエンタメをどん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 皆さんと一緒に盛り上げていきましょう。今日はお越しいただきありがとうございます。そしてこれから日比谷フェスティバル、あなたがネクストアーティスト、よろしくお願いします。さあ、それではですね、アモンさんには日比谷フェス2024スタートの宣言をしていただきますので、その宣言とともに登壇者の皆様もご一緒にスタートというふうに大声で宣言をお願いしたいと思います。皆様ご準備はよろしいでしょうか。私ね、こういうの間違えるんですよ。緊張すると間違えます。でも今の、ですね、リアルトラウマの皆さん、トラウマって夢という意味なんですよ。はい、リアルトラウマじゃないんですよ。トラウマさん、トラウマ、すみません。で、本当に夢をこれから叶えていくという人たち、はい、今も変わってきてますでしょうが、これからますます皆さんの活躍もあって、はい、一緒に皆さんどうぞ、一緒にスタートを言っていただければと思います。よろしくお願いします。はい、ではいきますよ皆さん、日比谷2024スタート。お楽しみに。